はい、そうですね。ミドハイから入った前に出るが、的確に当ててくる。少し遠ざかる、入ってからミドストレート伸びてくる。ミドストレート、ミドストレート。抜群ですね。はい、そうですね。水森さんが有利ですけど、リーチも、はい、ブレイキングダウンを支えるオートバー5回で判定完勝ということになりました。どう当たっちゃったのか。そうです、飛び込んでいった。松井江戸頃に振る右勝者、江戸頃キング選手です。リーチの勝負の結果、判定5対0で江戸頃キング。さあ、どんなパフォーマンスを見せてくれるか。サウスポースタイルは原田裕太、圧力。勝者、坂本瑠香。坂本瑠香が、あ、でも井田選手いいの当てましたね、はい、左右、秋山さんいかがですか。あ、誰だ。ここまではリュクトさん右、倒れました。ブレイキングダウン。有効打はどちらが上か。殴り合う。勝者、カズヤやれんけど。じゃあ入ったね。もらっている。足が止まった。山川宗樹耐えたい。西島恭平の素晴らしい圧力があります。ここまで西島恭平。さあ、リクトさん、ここはスピード、パワー、テクニック、さまざま必要ですね。投げに行きましたね。投げた。これぞ柔道の世界。5対0で安井龍馬が見事に勝利したということ。右の範囲から入ってきました。足が止まる。両フック、なんとか立っていた。どっかでした。判定5対0でこの勝負を富田大地が判定勝利ということになりました。顔面をしっかり捉えに行く。右、西谷君のパンチが捉えてますね。今的確に当てていく。捉えていく。だそうですね。富田さんがカウンター狙ってるんで。おお、回転速く。画面を狙っていく。どんな体を負けていない。素晴らしい回転力。いや、ぶつかり合った。延長1分間でした。切り味抜群。さあ、両フック、両者両フック、殴り合う。まさに18年前のあの時を。うまく開け、打ち合う。両者絞る、打ち合う。ちょっとこのままだと。
無理ですね。ドクターストップが変わりました。構えてるが的確に当ててくる。効いてますよ。ノックを効いている。ここもキム・ジェフ。ノックを蹴らを食らっています。飛び出した。飛び出した。左フック。リーダー。はい、見事ストレート伸びてくる。